ちゃいましたね、特大写真出しとくけど、サンタマイリカ、あーこれはいい、これはお腹パンパンす、帰りたい、あのやっぱね、ちょっと朝までにはね、あれ帰りたい、朝までにはね、でもこれから先もっと楽しい発見があるかもしれないよ、うん、ここまで走ってきたから、これ最下ラーメンに出会って美味しいラーメンを食べることができたのに、はい、はい、それはもう、うん、それはそれ、帰りたい帰りたい、すごく帰りたい、いや帰りたいんだったら帰るって選択肢もあるんだけど、はい、ここからですね、うん、まああれだったらどういう帰る、帰って行ってもいいんやけど、はい、やっぱ普通に帰ったらね、なるほど、それはね、うん、じゃんけんしましょう、どのルートで帰るかみたいな、じゃんけん、はい、じゃんけんしましょう、はい、これから、交差点がある場合割れます、はい、じゃんけんして勝ったら、キッシーさん勝ったら左に曲がる、はい、俺が勝ったら右に曲がる、うん、アイコだったらまっすぐ行く、もうそれでいいんじゃないかな、これで行く、もう四日町目とかわからなくなるし、うん、あ、そう、でもこのまあ確かに言うていつも迷子になる人間やからあれやけどじゃあそれで行きましょうか、じゃあ果たしてこれで四日市に帰れるのかね、全てはじゃんけんかかってますということで、はい、一応これで夜行ってみたいと思います、では行ってみましょう、はい、おほ、じゃあね、カメラの位置も変えましたし、じゃあ早速向かっていきましょう、じゃあまずここの先の交差点というか、はい、そこの入り口出たところね、はい、これは、はい、あのアイコがないから、うん、まあ勝つまで やりましょう、はい、で、うん、分かりにくいからパーグーで口で言おう、出ないと、はい、運転途中できねえから、うん、じゃあやっていきましょう、はい、最初のじゃんけん、じゃんけんパーはいはい、ちょっと待って待って待って、あ、まずはあの最初はグーで行くのか、最初はグーでいこうか、最初はグーじゃんけんなんちゃら、うん、で、アイコの時はちゃんとアイコでね、でやろう、はい、オッケー、じゃあ最初はグーじゃんけんグー、勝ったね、はい、じゃあ行きましょう、はい、どうしてたかな今のグーグッぐらい止まっちまったけどじゃあ俺が勝ったから右だね、はい、でもここ右折禁止？あ、ですね。あ、右折ダメなんだ。まあね、はい。一応はダメっぽいですね。じゃあ左行くか。うん。コンプライアンス的に右はちょっと、うん、コンプライアンスがあるかしら。うん。まあ、最初のうちは細かくやっておくけど、途中から多分、はい、基本好きなタイミングで、ね、うん、好きなタイミングになると思います、はい、じゃあその先 あのさっきのセブンイレブンになった交差点のところでやっておきましょうか、はい、ではそれこにかけて、はい、最初はグーじゃんけんパー、相手からまっすぐやね、はい、よし、あ、そういうことね、そう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 、はいはい、これやったらあの時間かからずいけるやろ、ゴサロとかの時は独断と偏見で決めます、私が。まあ、まあ、大体ね、広い選択で。うん。まあ、これで大体行き先方向決めれるやん。うん。だから、キッシーさんが、帰るためには、ここから次勝たんとまずいね。まあ、基本的には標識のある交差点を目印にやっていくかなと思います。ああ、怖いな。うん。どこに来るかは分かんないよ。まあ、どこにだって行けるからね、奈良だから、うん、紀伊半島のど真ん中だから、割と和歌山行きそうな気がする、アイコ出しまくってずっと南行ったら、いや、あとはあの八木から吉野の山を越えてかなあかんねやろ、十津川村とかを越えてかなあかん計算で、あー、十津川村行きたいね、いやだよ、夜中の十津川村ってどうすんだよ、いや、あ、大和郡山行く交差点があります、はい、じゃあそこで行きましょう、はい、頑張って勝って狩りに行こう。じゃあ最初はグー、じゃんけんグー。勝っちゃったよ。逆方向だよ。ああ。大和郡山の方に向かっていくね、これ。はい、やべえ、どうなるんだよこの旅は。全然読めねえや。15号線、うん、
だけど、あの、うん、西名阪って、はい。で、まあ、天理からね、あの、うん、それも西名阪そうですね。うん。あれ、高速道路ではない25号もやっぱこのまま続いてるの？あ、続いてる、大阪まで続いてるよ。あ、そうなんだ。うん、ああ。なんならさっき最下ラーメンなかったら俺は大阪まで行くと思っちゃったんだから、あのままフライでフライ、あ、まあ、今のところはその目標が叶ってきとる感じはあるけどね、はい、このままずっとまっすぐ行ったらいい感じで行けるもんね、大阪方面。ここもラーメン、これ何ラーメン、誠屋か。ああ、ここにあるんだ。うん。あ、誠屋うまかったよ。ああね、牛骨ラーメン。牛骨。牛骨ってあの豚骨よりこあのコテコテしてるんかと思ったら、そうじゃなくて逆にあっさりしてるね。そうだね。うん。鳥取行った時に結局食えなかったんだよ。うん。だからね、あ、食えてよかった。あ、ドンキだ。ドンキだ。ドンキ。帰ってもドンキ私のできたしな、あ、飽きたの、飽きたの、全然、まあ、だから私できたからね、うん、なんであそこはやっつけ感がいっぱいできてくるんだろうね、あの四日市なんかは。結局のところはあの今隣へ四日市になって、うん、考えが、そうだね、その中にアピタ四日市がテナントで1階から3階まで入ってて、そうだね、でそのさらにアピタ四日市の中にテナントとしてドンキが入ってたり、あの小島ビッグカメラが入ってたりとか、ようややこしい、あそこはややこしい、もともと三菱地所が絡んどった時からややこしかったからな、うん、ああごめん、三菱地所じゃない、あそこは三井不動産や、ああそうや、うん、ああ、ララがつくから、そうそうそう、あ、でも今その三井から違う財政に売られたからな、そう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 、そう、ね、それで隣になったから、うん、そうそうそう、みんなが持って余す時やからな、あそこは長いことを飽きてなったやつ時代もあったからな、そこ、あ、で、ここはここで最下ラーメンね、こっちは店舗、これが本店なのかな、かな、うん、だよね、ここが本店だよね、ああいうところで食べるのもまた美味しいけど、ああ、やっぱこれぐらいの時期はやっぱ屋台うまいね、うまいね、ああ、屋台でよかった、いやー、これは大正解でございますよ、で案外量多かったけど野菜がたっぷりやからいけるね、そうだね、なんかもたれる感じですね、うんうん、確かに野菜の量が多かったからビビったけど、うん、メール3玉は全然いける自信あったんよ、うん、来た時の野菜のボリュームが結構すごくあったから、おおって、あんな丼やってたときのためだ、あれはあるね、あ、先の交差点が見えてきましたよ、さあそろそろ勝たないと和歌山の方行けないよって、もうなんか勝てんと思ってなくてもいいやっていう気がするまあ向いてる方向が東に向いてきたら変わってくるって、じゃあ行きましょう、お次のじゃんけん最初はグー、じゃんけんパー、アイコンやからまっすぐだ、安堵の方に向かってきます、安堵、あの安堵ですわ、ホッとする安堵と全く一緒の安堵、確か自治体として独立してなかったっけ、安堵町って言って、もうないと思う、なかったっけ、うん、ないはず、あの辺なんか町がやたらあるけど、そうそう、やたらあるやん、やたらある安堵町はなかったか、なかったはず、こんなところセンターアイスクリームってここで作ってんだ、へえ、センターアイスクリームの工場ってここだったんだ、でかいね、これもう一人やったらね、そっとね、今ね開発クラブの場所調べてんの、ピッピッピッよし、開発でちょっと休む、いい具合で膨れてさ開発でソフトクリーム食って横になったら寝れるわって、普通のブース席でも、うん、あのフラットとかフラットやったらですね、全然寝れるね、ただ正直あの快活は個室のやつがあるやん、うん、陰付き個室がね、うん、
で鍵付き個室やと足が伸ばせれるんやわ、うん、俺の身長やと。私ね一回東京で泊まったことあるけど、うん、やっぱ良かったよ。カプセルと変わらんやろ。だからね、でただブース席、普通のフラットの席やとキッシーさんやったらギリ足伸ばせるか、うん、ちょっとね確かに長さが足りんね。やろ、うちの身長やと長さ足りないのよ、うんなんかあのゴミ箱どけて斜めにして、ああなんとかいけるかなっていう感じやから、そこのところがね。あれ走ってとんのは JR のあれ、マコロパ線、近鉄橿原、あ、近鉄の橿原線か、はいはい、